見ろよ旦那、何もかもが活気で溢れてるぜ。絵の中にいた頃とは刺激が比べ物にならん。この町にはいい商売が転がってそうだ。きっとまだどっかに貧しい思いをしてる奴がいる。そいつらを救ってやりてえんだ。俺の腕でさ。君ほどの逸材はそういない。世界中を見てきた私が保証する。おやつさんはいつでも何歩か先を見てんな。あんたは俺の憧れの商人だ。結局お前のやりたいようにするのが一番じゃねえのか。次回の新聞の一面はこれで決まりです。さあ取材よ取材。パルテピオは町の人が持っているものを買い取ることができます。さらに町の人を雇うことで旅やバトルに連れ出すことが可能です。雇った町の人の能力次第で様々な取引がお得に行えるでしょう。てめえこそなめんなよ、その一リーフをよ。どんな大金だってそいつが積もってできる。一リーフを笑うやつは嫌われるぜ。金にも人にもな。極寒にさらされようと、どれだけ月日が経とうと、この胸の炎が消えることはない。被告オズバルド・フォン・バンシュタイン、妻子殺しの罪で終身刑とし、監獄島へと収監する。監獄島の人間の行動は長い時間をかけ把握した。全てはここから脱獄するために。いよいよだな相棒。オズバルドは町の人が持っている情報を探ることができます。さらに町の人にバトルを挑み、彼らが持っているアイテムを丸ごと強奪することも。有益だ。強敵とのバトルではあらかじめ相手の弱点を暴くことができる予習も頼りになるでしょう。オズバルドよ、これが私の貝だ。私が君の全てを奪ってやる。ハーベイ、俺の全てを奪った男よ、貴様は殺すぞ。必ずだ。今作ではより世界の隅々まで自由に探索することができます。カヌーに乗って川を渡ったり、船に乗って大海原へ漕ぎ出したり、自分の船を持つことができれば見たことのない島、見たことのない敵、さらには幽霊船なども見つかるかもしれません。新天地ソリスティアを探索し尽くしましょう。悪い子につける薬はないの、あいにくね。8人それぞれが異なる力を発揮する底力。底力のゲージは敵をブレイクしたり、敵から攻撃を受けることで溜まっていきます。ここぞという時の切り札にして戦況をドラマチックに変えましょう。どこに行くのか、何をするのか、そしてどの物語の主人公になるのか、全ては君に託される。ナイステルダス、オーロン一戦眠ってなさい。オクトパストラベラー2は2023年2月24日発売予定。旅立とう君だけの物語へ。